ドラどこで切るかだけですね。はい、ドラシャーです。1打目から、いや1打目はもうちょっと待ちますか。リャンピンあたりですか。ピンの染めもおぼろげにあるんで、あ、うん、なるほど。伊達もいい、缶三枚や缶スーピンはチーしたいところでしょうか。そうですね。小林は苦しかったが難が重なった。これドラ表示牌なんで、突き出たらポンせざるを得ない感じですかね。そうですね。手的にもスタイル的にもかなりポンですね。はい、沢崎が伊達まで追いつくかどうか、うん、いや伊達としては嫌な人連チャンしちゃったなって感じですよね。そうですね。しかも上がりがあっただけにね、はい、悔しい。はい、なんでた小林がポン、うん、カンチーソーが埋まった登場。親番沢崎が進んでくる。いったドラ、うん、伊達も進んできた。伊達選手もカンちゃんカンちゃんのいいシャンテンですね。はい、ただカンちゃんカンちゃんかっていう感じで、うん、早いとこテンパイ取りたいですね。そうですね。直瀬ペイが重なったのは登場、うん、ドラのシャアはまだ残しています。いや沢崎選手といえばあのペイ茶のね最後の親番のマムシってすごく印象に残っていますけれども、ね、今シーズンはなんちゃもすごくいいらしいんですよ。言ってましたね、これ聞きました。僕もペイには見向きもしない登場、うん、あ、ちょっと持ち点も持ち点なんでと、うん、さあどうだ。まあ、ただ現在上がりにより近いのは伊達選手の方ですよね。沢崎選手よりも。そうですね。一番は多分小林選手だけど、ローソー切った初を残しつつのいいシャンテンですね。しかもキューピンも残してますからね、結構守備気味、うん、そうですね。やっぱり3着目になったんで、はい、まあ、上がれたら上がる方向にするけど、はい、目いっぱいはしませんよという感じですね、うん。あとはカンパーワンに自信ありっていうのが聞こえてきますね。ああ、なるほど。バニチーワン3枚切れ、自分で1枚持ってて、しかもパーワンは1枚だけ切れてると、うん、残り3枚誰も持ってないよねという。あ、実際そうですね、はい、それならローソのくっつきを見る必要もあんまりないかなと、うん、ローソのくっつき見ずに安全牌を持つスペースを作っておこうかなっていう感じでしょうか、はい。まあ、初とキューピンダイレクト重なりが一番嬉しいという感じでしょう。はい、攻守兼ね備えた仕掛けを入れている小林、はい、難をポンしています。おっと、3層泣いて本一にもいかない。そうですね、うん、鎮逸ですね。これは鎮逸ですか。両蔵でしょう。3ピンとかチーしたいですね、はい。そうしますといずれ3万が出ることになりそうで、その時伊達の手がどうなっているか、うん、これはこれで採用ですね。初切っ、あ、キューピンを切ってか、うん、初切りでももちろんいいんですけど、やはりこの曲のテーマは安全に上がるということですね。はい、登場で数ピンあんこになって、ここは1枚切れの白、うん、不気味なのは沢崎。はい、まあ、完了は入ったらもちろんリーチ。 あ、そっち引いた。伊達の天杯関数ピンです。単用のみダマ点にしている。あんこの人いましたね。ここですね、登場。山にはあと1枚です。ピンズだ、怖い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 。これテンパイ取らないですよね。カンディアンは取らないでしょう。取らない。いや恐ろしい。イースピンだった。スーピンになった。なお闇点。はい、両面になっても闇点続行の伊達です。サムダイーピンが、おととと、サム選手 E1 3落とし1-3の順。小林が換算満で張ったぞ。これはもう数番引かないと助からない。こんな強烈な鎮逸が入ったタイミングで小林の上がりです。1000は1300。何のみ1000点の一本は1300。さすがに悔しそうだ沢崎誠。そうですね、安全度なら3番からだったんですけど、はい、数番引きのリーチピンフイーペーコ赤があったんで、うん、3番を残さざるを得なかったと。鎮逸1本しか考えないんであれば先に3万を捨てる道があったわけですね。はい、そうです。ただ親番で、はい、イーペコ確定して赤もあるんで、うん、数万引きはさすがにテンパイ取らせてくれという